と2対1をやりたいなと思います。ルールはまあ出して、僕が出して返して、で取れたらオフェンスやってください。ではこれから締めの1対1をやっていきます。マジで保険かけるわけじゃないけど、砂ピッチもフットサルとか人種と比べたらボコボコだし、あとサッカーボールなんでうまくいくかわかんないですけど、ちょっといろいろやってみると思います。よいしょ。はい、でディフェンス、3年生むちゃくちゃしつこいね。結構ディフェンスするじゃん、ちゃんと。どこ行く、どこ行く、はい、それ言うな、言うなよ、それ。休憩しちゃうよとか言うな。休憩してるから。なんかすげえ多いな。早くなくていいよ。オフェンス、オフェンス、あ、ウィッシュオフェンスいけてね、え、抜いたらいけるやな、もう抜いてる、じゃあちょっとせっかくだからやろう、まだまだ生き残り、おー、生き残り、おー、ウィッシュ頑張って、はい。
ローはイエローで来た。あれはひどいっつってる人がいます。じゃあみんなありがとうございます。あと1回、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 あと1回。じゃあちょっとみんな1回集合して。全滅。はい、皆さんお疲れ様でした。やったー！6分でちょうどいい時間なんですけど、一対一で、まあ時にちょっと自分も負けじゃいけないというか、勝ってる姿を見せなきゃいけないんで、ちょっとスピードをね使ったりもしたんだけど、どこでスピードを上げるか、どの間合いでは原則のままか、言い方変えればここのタイミングまでは脱力、めっちゃ脱力しきってどこで力をグッと入れるかっていうのも少し出せたかなと思うんで、フットサル用語でプルプッシュだったりスクラッチだったりとかね、こういう引いて出す技とかもサッカーで、今このサッカーの状況でね、やっぱり使えたんで、今度僕はそこを来ますので、で、今日やった技ね、おこちゃダンスとかおこちゃダンスカットインとか、スクラブキャンセルとか全部あるんです。 YouTube にアーカイブとして残ってるんで、ぜひ見てください。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。みんなで大拍手ありがとうございました。はい、ということでトレーニング終わりました。お招きいただいたうちのコーチはじめクラブの選手たちありがとうございました。まあ刺激少しでも与えれたと思うし、自分も刺激もらったんで、また2回目があることを願ってます。ということで、はい、じゃあグラウンド整備してきますんで、皆さんさようなら。